トリエステ・オピチナ・トラムは、イタリアのトリエステ市内、中心部のオベルダン広場と郊外のオピチナ地区を結ぶトラム路線である。2016年8月16日の衝突事故後運休している。1857年にトリエステまで全通したオーストリア南部鉄道は、オピチナ地区からトリエステ市街地までの標高差を吸収するため、約 32km の迂回路線を取る必要があった。 したがって、オピチナ地区からトリエステ市街地までより短い距離で結ぶトラム路線が建設されることとなった。1902年、一部をラック式鉄道としたトリエステオピチナトラムが開通し、1906年にはビッラオピチナ停留所からオーストリア南部鉄道のオピチナ駅まで1 2トルが新たに開業した。1928年には、 ラック式鉄道の部分がケーブルカー方式に変更された。1938年にオピチナ停留所とオピチナ駅間が廃止された。1961年にトリエステオピチナトラムは私鉄から公営鉄道に運営主体が変更された。2016年8月16日、コンコネロ停留所付近で404と405が正面衝突して8人が負傷し、 以後運休している。司法処理の必要性と、車両が古典的な車両であるため部品の調達が難しく、個々に作成する必要性が指摘されている。当初、2017年夏頃の復旧が予定されて、板が実現しなかった。作業は2020年に完成する予定である。トリエステオピチナトラムは、標高3メートルのオベルダン広場から標高329メートルの、 オピチナ地区の間を結ぶ単線路線である。市内中心部側起点のオベルガン広場停留所からスコルコラ広場停留所までの約400メートルの区間は道路上を走る平洋軌道スコルコラ広場停留所からベッタスコルコラ停留所までの約800メートルの区間は専用のケーブルカーに押されて標高差百六十メートル最大勾配百六十パーミルの急勾配を 途半する。そこから先、終点となる、オピチナ地区のビッラオピチナ停留所までの区間は主に、専用軌道を走る。途中、4カ所の列車交換施設があり、うち1カ所は、ケーブルカー区間に存在している。車両所限限有車両ケーブルカーユニットを結合した、トラム車両ケーブルカーユニットは、トラム車両のトリエステ市外方向側に結合されるが、単に重力で、 トラムの車体がケーブルカーユニットに押し付けられているだけで連結されているわけではない。2両のケーブルカーユニットはケーブルで結合されており構造式となっている。ケーブルカー区間の行き違い地点とベッタスコールコラ、停留所の間は間隔の狭い伏線になっており、それぞれのケーブルカーユニットが異なる線路を走る。現在使われているユニットは2005年に製造されたものである。 ケーブルカーユニットの車輪は、高層式ケーブルカーで広く用いられている、アプトスイッチ用の車両と同様に、片側サイドが両フランジ、反対側サイドがフランジなしとなっていて、伏線となっているすれ違い箇所より、上の区間では、それぞれのケーブルカーユニットが専用の線路を走行する。ケーブルカー区間の分岐器は、アプトスイッチでは、トラム車両が通過できない一方で、 トングレールを用いる通常の A タンポイントではケーブルカーユニットが通過できないため両者が走行できるドンタンポイントが用いられている。平日及び休日の標準的な運行頻度と所要時間は次の通りである。始発駅から終点までの所要時間は約30分であり、2015年現在の運賃は1.35ユーロである。ありがとうございます。